こんにちは、おときゅうです。切符の豆知識7回目は列車の振り替え輸送についてです。9月の上旬まで毎週1回出していたこのシリーズですが、ご無沙汰していました。毎週1回出していくのは無理がありますので、月に1回出していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。振り替え輸送といえば、先日行われた渋谷駅山手線内回りホーム拡幅工事による大崎池袋間内回り運休に伴い、大規模な振り替え輸送が行われましたね。振り替え輸送は次の場合に行われます。今回のように事前に計画運休が決まっていて、自社だけの対応で輸送能力に不安があるとき、もう一つは人身事故の発生や車両に不具合が見つかる、自然現象により災害が見込まれるための列車の抑止など、予期せぬ理由で列車の運行が不可能もしくは大幅に遅れるときです。普通となる区間に平行もしくは遠回りでも他車線があるときに、振り替え輸送の範囲を決めて他車線に依頼をして実施されます。したがって振り替えできる他車線がなければ行われません。在来線に並行する新幹線がある場合、新幹線で対応する場合もあります。首都圏の鉄道会社は振り替え輸送の相互協定を結んでいますので、何かあって長時間運転されない場合は比較的早く振り替え輸送が始まります。先日京王電鉄で起こった殺傷放火事件の時も、すぐに JR 各線や小田急線による振り替え輸送が行われています。振り替え輸送は Suica などの IC 乗車券では原則利用はできません。 IC で利用可能なのは IC 定期券だけになります。これは IC 乗車券が入場記録だけで目的地が明確でないためです。振り替え乗車するときは問題のあった鉄道会社から振り替え票が発行されます。それと切符を持って指定された振り替え可能な鉄道会社に乗車します。 JR の場合は青春18切符などの企画切符がありますが、これらフリー切符でも指定された鉄道会社で振り替え輸送は可能です。ただし振り替え輸送に条件がつく場合があります。昔走っていたムーンライト越後に真冬新潟から乗った時のことです。その日は上越国境で大雪が続き、越後湯沢で運転打ち切りが決まりました。越後湯沢駅から上越新幹線での振り替え輸送が行われましたが、普通乗車券を持っている人は東京まで乗車が認められましたが、青春18切符で利用していた人は高崎までの利用に限定されました。ムーンライト越後は新宿に5時台に到着します。高崎まで新幹線に乗せてもらえても、新宿に着くのは9時過ぎで、扱いの違いに恨めしく思ったものです。ただ青春18切符は遅延や運休に対する保証が本来は何もないので、自然が相手の運休ですし、高崎まででも乗れたのは大変ありがたかったです。先日の山手線内回り運休に対する振り替え輸送は、自社で品川新宿間の臨時列車を走らせ埼京線を増発したり、 JR 相鉄線直通列車の池袋延長などで対応したにもかかわらず、多くの他車線で実施されました。西武鉄道では池袋線新宿線の一部、西武有楽町線全線、東急電鉄では東横線目黒線大井町線の一部、玉川線と池上線は全線、京浜急行本線は千ヶ口品川間、東京臨海高速鉄道臨海線は全線、東京メトロ都営地下鉄は全線で行われるという壮大なものでした。この日私は振り替え輸送を体験したく、品川から山手線外回りに乗れば5分で着く五反田に京急と都営で移動してみました。JR は今回の振り替え輸送に振り替え票を出していないようで、乗車券を切符で買って直接京急の品川駅有人改札へ行き、切符を見せれば入れますよと言われました。振り替え票がないので不安ですが行ってみます。JR は中央改札から紙の切符を通して中に入り、山手線外回りが出る2番線を通り過ごし、京急の中間改札へ。有人改札で切符を見せると行き先を聞かれましたが、五反田と答えるとどうぞと中に入れてくれました。山手線外回りは走っているのに仙岳寺経由で行く私は変わり者に思われたでしょう。仙岳寺駅で浅草線西馬込行きに乗り換えます。五反田で品川から JR 券140円の紙の切符を渡して無事乗れました。時計を見てください。18時11分です。これは真鶴駅付近で豪雨があった時、熱海駅で列車が抑止になったものです。
この段階で東海道新幹線も抑止です。遅れながらも東海道新幹線は19時前に運転が再開されます。在来線の運転再開見込みは20時頃と放送が入りました。 JR 東日本は少しすると新幹線の振り替え輸送を始めると決断します。ただ新幹線と在来線で会社が違うため扱いが単純ではありませんでした。新幹線は小玉742号に限定され、小田原までの振り替え輸送です。 IC 乗車券は使えず、紙の切符を買い、このような振り替え票をもらって専用の入り口から入るというものでした。新宿まで行く私は小田原で乗り換えがめんどくさいので、踊り子18号の運転再開を待って新宿まで乗っていきました。新幹線も JR 東日本であったなら、普通列車利用の人は小田原まででも、踊り子18号利用者は東京まで振り替え輸送の対象になっていたでしょう。こういう時、会社が違うギャップを感じてしまいます。JR 東日本と JR 東海の振り替え乗車に関する契約は小田原熱海間なのだそうです。列車が何かの事情で抑止になった場合は、どのような振り替え輸送が行われるのか情報を取ってください。その上で振り替え輸送で移動するのが早いのか、今の列車が動くのを待って乗り続ける方が早いのか、判断が大事になります。次回は代行輸送について取り上げます。お楽しみに。